新型コロナウイルスの陽性者の個人情報を外部に漏らしたとして、県は気仙沼保健所の30代の女性職員を停職3ヶ月の懲戒処分としました気仙沼保健所の30代の女性職員は、今年4月、新型コロナウイルス陽性者の個人情報が記載されていた事務所のホワイトボードをスマートフォンで撮影し、 写真を無料通信アプリ LINE で知人に,送信しました写真には陽性者3人分の氏名や生年月日年齢や発症の経過に加えて住所や勤務先家族構成などが写っていたということです写真を受け取った知人は陽性者の1人に写真を転送していてこの事実を知った陽性者の知人が通報し発覚しました 女性職員は知人から、親族が陽性者の濃厚接触者かもしれないと相談を受けていて、陽性者の発症日を確認することで、濃厚接触者かどうか判断できると考えて、写真を撮影したということです。